皆さん、こんにちは。こんばんは。ラピ TV です。本日は超便利機能。Chrome の拡張機能 YouTube Summary with ChatGPT AI で一瞬で YouTube の動画内容を要約してくれて、一瞬でテキスト化してくれる ものを今日はご紹介したいと思います。YouTube の動画を一瞬でテキスト化し、YouTube サーマリーウィズチャット GPT で動画文字起こしをする AI 便利機能を紹介していきたいと思います。それではこの無料の機能、Chrome を持ってある方は作業が非常に便利になるといった作業効率化の Chrome 拡張機能をご紹介していきたいと思います。それではダウンロードの仕方をご紹介します。まず、Google 検索で YouTube サ,サーマリーとこういうふうに入れてください。YouTube s u m m r y ですね。YouTube サーマリーと検索欄に入れて検索してください。するとこういった画面に飛びます。 それの一番上、この YouTube a r t i c l e Samary Powered by Chat GPT と出てきます。これをクリックすることによって次の画面、こういった画面になります。これが Google Chrome の拡張機能のダウンロードサイトです。そして、この YouTube a r t i c l e Samary Powered by Chat GPT をここ右横のこの 長方形のここ、Chrome に追加するって書いてあるはずなんでここをクリックするとダウンロードして Chrome の上の上部のタスクバーに入りますそして削除したい場合はここからも削除できますその場合は2回目は Chrome から削除すると いうふうに書いてありますので、ここをクリックすると気に入らない方は削除してください。人気の欲しい4つで仕事効率化ができる、まあ、ものすごく驚きの今流行りのチャット GPT AI が仕事をする驚異的な作業効率が上がるものをダウンロードしていきたいと思います。皆さんにご紹介します。そしてこれがその YouTube アーティクル サーマリーのこのアイコンとなります。これがね、右上部にできます。そしてこれが、まあそのお好きな動画を選択して YouTube を、あれを入れて立ち上げると、ここにこういった赤枠内の窓ができますので、最初、まあ、 ログインしてない方は、まあ、登録アカウントとか登録してない方は、この下、辺の字マークをクリックするといいでしょう。最初の方は、ここをクリックすると大丈夫です。登録してアカウントが持ってある方は、このマーク、チャット GPT のマークをクリックするとできます。はい。それ、そしてここが、まあ、 歯車マークが各種設定です。この設定、歯車マークを使って日本語にすることを忘れないでください。まあそのやり方もご説明します。そしてこれがその赤枠内が大きくしたものです。こういった感じでこの下辺の字マークをクリックすることによってどなたでもできますので、私ログインしたり、まあそういうふうに あの登録した,したくないという方は、まあ、ここをクリックすると翻訳してくれます。そして、これがその私の昨日投稿した、この Google スカイで見つけた、この宇宙船、異星人の宇宙船が映り込んでいるところをまあ翻訳したものです。これは私が動画で喋っている内容を一瞬にして、こういうふうにテキスト化してくれたと。 いったところになります。これ20分近くある動画を一瞬にして間違いなく適スとかしてくれております。私の発音が悪いのが、ラピ TV をラペ TV になったり、まあ、形と言ってるところが、まあ、こういうふうに漢字で形視と出てきますが、まあ、若干の間違いはありますが、後で変更もできますので、こういった感じで、まあ、ほとんど99%正確に、まあ、これを 私の喋っていることをこの言語にテキスト化してくれるという優れた機能です。これをね、いちいち過去のように YouTube の動画を止めながら聞きながら打ち込んでいくのは非常に大変な作業ですよね。20分間も喋り続けた話を、まあ、たとえね、録音機に録音したとしても、それをね、言語に、こうテキストにするのはなかなか難しかったんですが、AI が ほとんど完璧に自動生成してくれるといったものです。言語も複数この歯車マークから選択することができます。そして次です。はい、これがその拡張機能となります。無料です。そして拡張クイーンを入れると、ここですね。Chrome の上の部分、ここに拡張機能の はい、ここに入っております。これをピン止めすることを忘れないでください。すると消えずにここに、まあ、ピン止めされます。このアイコンですね。はい、では実際にやっていきたいと思います。私のこれが昨日投稿した、まあ、Google Sky のスクープ映像、新型、ハマキ型発見というのを私が喋っているものを一瞬でこういうふうに 文字化化ししてておおりりまますすテキスト化しておりますそして音楽の部分は音楽、音楽、音楽と出てきます。そして下までこう行くと20分間こういうふうに言語を一瞬でテキスト化するといった優れものです。実際にやってみます。実際これをクリックしてその動画を選んだところだとします。そしてこれ,これがそのあれですね。これをクリックして、まあ、設定。 これ、最初にやることは、ここをクリックして、これが設定画面です。他のところは扱わなくていいと思います。そして、ここが、最初は英文になっておりますので、ここを、言語を日本語にしてください。まあ、英語でいい方は、英語を選択。言語を母国語に選択するということを忘れないでください。はい。そして、 すると、こういった感じに出てきておりますので、拡張機能を入れると、こういうふうに、サーマリーを入れると、こういうふうに、画面の右横に必ず出てきます。そして、この動画の内容を一瞬で全て20分間ありますが、それをテキスト化するのは、ワンクリック、この下、への字マークをクリックで、はい、一瞬でもう1秒も経たないうちに、これだけ言語を私が喋っていることを 全部正確にこういうふうにテキスト化してくれます。それも正確な感じですね。まあ一応全部見直してみることは大切ですね。はい。間違ったところは部分的に修正することができます。綺麗な日本語で喋ると間違いがそれだけ少ないということになります。それでは実際本当に翻訳しているかちょっとこの辺。はい。 読み上げらしたいと思います。 はいみなさんこんにちはこんばんはラペテレビです本日は Google スキースクープ編です今日はカツラエダが見つけました新型マキ型宇宙船艦を発見したといった情報がいりましたそしてその座標を教えてもらってみたところ今まで過去に投稿した動画の中のグリーン船艦とはまた一つ違った感じで何か列車を横から見たような感じのこのグリーンの宇宙船艦型 UFO を発見しましたそれは 皆さんとと一緒に見ていいいきたいと思いますはい、こういった感じで、その部分もこういうふうに読み上げられたりする機能もありますのでね、その拡張機能を入れるといろいろできます。そして、まあこれを英文、Google 翻訳で英文化したり、いろんなね、 使い方ができると思います。さまざまな使い方ができますので、このぜひ AI が一瞬にテキスト化するこのサーマリー、ぜひ入れてみてはいかがでしょうか。今日はこちら、YouTube のサーマリーウィズチャット GPT、AI が YouTube の動画の内容を要約してくれる Chrome の拡張機能、YouTube 動画を一瞬でテキスト化する YouTube サーマリーウィズチャット GPT をご紹介しました。文字起こしするのが大変でしたよね。それを一瞬で AI が正確にしてくれるといった Chrome のおすすめ作業効率ソフトといいますか、拡張機能を今日はご紹介しました。 では、また良い機能が見つかりましたら、皆さんにご紹介したいと思います。これからは AI が一瞬にしていろんなものを作ってくれる時代になってきておりますので、皆さんもぜひ入れて、まあ、見てください。では、またです。ラピッ TV でした。